皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずはこの動画の構成についてご紹介します。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト役が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えましょう。さらに本日の重要古語、また文法や知識についても解説しています。では早速行ってみましょう。今回も第4条、夕顔の巻からのイラスト訳です。桐壺邸の巫女として生まれた光源氏。臣下に降格した後、様々な女性と関係を持っています。今回の巻で、源氏は夕顔の女に執心しています。周りのうるささに辟易した源氏は、ためらう彼女を無理やり連れ出し、五条の敗因で二人だけの時間を過ごしています。では、この後の展開、行ってみましょう。うちにいかに求めさせたもう乱を。いずこに尋ぬらんとおぼしありて。かつはあやしの心や。六条あたりにもいかに思い乱れたもうらん。恨みられんに苦しゅう。断りなりと。伊藤式筋はまず思い聞こえたもう。何心もなき差し向かいを哀れとおぼすままに。あまり心深く見る人も苦しき御ありさまを少し取り捨てばや。と思い比べられたマイケル。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また文法事項はこちらです。五条の敗因で夕顔と情を交わしながらも、光源氏はいろんなしがらみについて思い出しています。宮中でもさぞかし心配していることだろう。そして最も気がかりなのは六条のあのお方のこと。光源氏は他の女性といても彼女のことが気にかかっているようですね。さて、今回は六条のみ休んどころと夕顔の性格の対比についてお話しします。六条のみ休んどころについては、源氏物語第4条、夕顔の冒頭に六条渡りのお忍びありきの頃と出てくるまで彼女との馴れ初めについては全く触れられていません。おそらくすごく身分の高い先帝の未亡人なので、光源氏と会うまでにはかなりの月日と苦労があったことでしょう。そのあたりの想像は元織宣長の二次小説「鎌倉」を読んでみてもよくわかると思います。一方、夕顔はすぐに男女関係も結びましたし、こんな敗因にも従順についてきて、すべて源氏に身を任せています。源氏はこの二人の愛人のことを思い比べて、あまり心深く見る人も苦しき御ありさまを少し取り捨てばやと感想を漏らします。心深く情愛が深いのは六条の見やすんどころですよね。夕顔は従順で全て光源氏の意向に従うのに対し、六条の見やすんどころはプライドが高く、自分以外のところに源氏が通うなんて許せなかったはずです。
見るというのは重要多義語で、ここでは男女関係を結ぶ光源氏などを想定しています。御有様は誰のご様子でしょうか。光源氏の心中会話文の中でおという尊敬語があるため、相手すなわち六条の宮住処のご様子のことです。そんなご様子を少し取り捨ててほしいなぁと光源氏は願望を込めています。要するに今光源氏は夕顔のことを一途に思っていますが、それでも心の中には六条の宮住処のことがちらちらとよぎっているんです。これはもちろんこの後の展開の伏線ではあるのでしょうが、夕顔が現れるまでは源氏と六条の情愛の深さがわかる、そんな心中会話文だったと言えるでしょう。さあ今回も第4条夕顔からのイラスト役でした。第1条霧壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。